皆さんおはようございます。おはようございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。昨年はですね、コロナウイルスの関係で、昨年はこのお正月休園でした。2年ぶりの開園ということで、朝早くから皆さん集まっていただいて、ありがとうございます。昨年も6月までは緊急にしてましたけれども、それからは多くのお客様来ていただいて、本当に皆さん楽しんでいただく様子は私たちも見てみたいなと思います。実は多摩動物公園中広いですけれども、この門の前がですねすごく狭いんですね。それでここが、今日も皆さん、集まっていただいてますけれども、ちょっと密になってしまうということで、入園制限をしたりですね、今日ちょっと早く食べるというようなそういうことをしています。園内観覧する場所も、動物によっては混雑するところもあります。皆さん譲り合ってですね、キープディスタンスですね、距離をうまく取っていただいて観覧いただければと思います。今年コロナが収束に向かっているんじゃないかという話もあります。まだまだ油断できませんけれども、できることをしっかりやりながら、動物園を運営していきたいと思いますし、皆さん の, ご健康をお祈りしているところです。動物の方でいうと、実は海外とのやり取りも少しですけれどもやっております。野生動物の方はですね、実はすごく厳しい状況が続いていると、海外の方からも聞いています。皆さん、ぜひ動物園のことをですね、世界野生動物のことを応援していただければと思います。今年も一年よろしくお願いいたします。When we were kids, Rambo was a large
さんが1匹で、あのちっちゃい子が6匹男の上が女が下が男の入り、あの毎月体張っちゃう。お母さんの方が今、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